方向にあるんで、基本岸には投げなかったんですよね。今回針を大きくしたからどうかなっていうところがあって、どうでしょうね。バスギルクの反応はいかに。良くないな。強めのアクションで誘ってみますか。持ってくような感じがないね。そもそも当たりがない。制覇は失敗か。ここじゃダメだっていうだけかもしれんよね。ガルプの方がいいかな。それは見極める。結構ね、そういうところあるんよ。パワイスで釣れる湖もあれば、パワイスじゃなくてガルプじゃないと。ここはさ、この前ガルプでバスったからさ、ガルプの磯目の方がいいかもしれんね。まあちょっと見てみるけど。そもそもの当たりがないよ。ガルプかな。前へ来たよりそこまで活性がないっていうのが一つ気になるところではあるんだよ。ボートかな。
けどこのタイプのやつのやつってまあ値段は安いかって言われると、って感じなんだけど、なんだろう。取りに行く必要がないからさ。これについたらこれ、楽でいいんだな。楽で。俺が楽できる。大変だもん、ドア水捕まえてって。大変だぜ。なあ、ミミズだから余裕だろうって。いや、違うんだよ。ミミズもね、取るの大変なの。やってみ。取れないから、そんなに。やれるもんならやってみろって感じだわ、ほんま。赤あんまり目立たないか、白の方が良かったかな。濃いだな。熟成赤は濃いに効かんな。少なくともここの濃いには効かんっぽいな。寄ってこないもんな。まあ、ミミズの方が寄ってきてた。いろんな生地あるけど、提灯生地とか多いからね。何？見切り。熟成アクアはここではちょっとダメです。まあ、他のとこではいけるかもしれん。ここではダメ。じゃあ、この前反応良かった。ガルプの磯目。だな、ラメラメの方がなんか目立つそうでいいね。ラメラメいきますか。けど人間が派手だなと思ってるだけで、魚にとってはそうではないかもしれんしな。そうなんや、そういうところあるからね。